三浦智和に旭実賞受賞贈呈、平野氏洋ファンからも祝福が続々。11月3日、俳優の三浦智和さんが旭実賞受賞を受賞し、芸能界とファンから祝福の声が寄せられました。三浦智和さんはこれまでにも四獣宝賞を受賞しており、その功績を唱えられています。 今回の受賞について、三浦智和さんは、古希を過ぎ、これから俳優としてどう生きるか迷いのある中、励ましの光をいただいた気持ちです。とコメントしました。三浦智和さんは、2012年に支持報奨を受賞した際、資格があるかどうかについても疑念を抱いていたそうですが、両親は涙を流して喜び、それが受賞の決断につながったとのことです。 今回も亡き両親に素直にいただきなさいと言われている気がする、と受賞の喜びを語りました。この受賞のニュースを受けて、SNS 上では別の芸能人のファンからも祝福のコメントが相次いでいます。彼らは、平野志耀さんとの共演経験から、三浦智和さんの演技力と人柄を高く評価しています。 いつかまた平野くんとはお仕事をするような気がするとの言葉や平野くんとはまたどこかで会うような気がするとの期待の声が寄せられました。さらに、黒詐での共演を通じて、平野潮さんが苦境を乗り越え、力強い演技を披露したことが三浦智和さんとの関係に影響を与えたことも伺えます。 平野志陽さんは2023年5月にキング・クブソ脱退し、ジャニーズ事務所を退所。その後、戸部二席し、10月にはナンバーアイメンバーとして活動しています。この遺跡と新たなステップにファンからの祝福が届いており、その中には三浦智和さんとの共演を通じて感じた特別な結びつきを持つファンも多いようです。 黒崎は2022年10月期に TBSK で放送されたドラマで、平野志陽さんが主演し、詐欺師を騙す詐欺師黒崎こと黒崎隆史郎役を演じました。一方、三浦智一さんは詐欺師界のフィクサー役で、黒崎にとっては、視聴的な存在でした。ドラマの中では、 二人の関係は親子のように見えましたが、実際には互いの腹の内を明かすことはありませんでした。その距離感がファンにとっても魅力的であったことが伺えます。この時期、平野耀さんは脱退や事務所の退場に関する決断を下すなど、内心は大変な時期であったと言われています。 一方、三浦智和さんはドラマがクランクアップした際、平野志耀さんに対し、またどこかで会うような気がして仕方ないです。本当に素敵な俳優さんでした、とコメントし、その演技を称賛しました。このようなコメントから、三浦智和さんと平野志耀さんの叙勲に対する関係性も、ファンにとって特別なものとなったことが伺えます。 また、第26回日刊スポーツドラマグランプリでは、ドラマ、クロサギが作品賞に輝き、平野志陽さんが主演団優勝、三浦智和さんが助演団優勝を受賞するなど、高い評価を受けました。 三浦智和さんは、平野志耀さんの演技を絶賛し、平野くんの俳優としてのこれからは、社会派ドラマなのか、ズバ抜けた身体能力を活かしたアクションものなのか、キラキラの恋愛ものなのか、いずれにしても楽しみでなりません、と期待を寄せています。助君のニュースを知った平野志耀さんも、三浦智和さんの受賞を喜んでいるでしょう。双方の俳優としての絆と、 共演経験から生まれた特別なつながりが、この喜ばしい瞬間にファンと共有されています。三浦智和さんの曲実小受賞受賞を祝福する声が、平野紫陽さんのファンからも続々と寄せられています。二人の俳優としての絆は、黒詐欺での共演を通じて特別なものとなり、三浦智和さんの受賞は平野紫陽さんのファンにとっても、 特別な喜びの瞬間となっています。三浦智和さんのこれからの俳優としての活動にも、ますます注目が集まることでしょう。